甲州市大和地区にある渓谷龍門峡へ行きます。龍門橋から清雲寺まで渓流に沿って約 2.4 キロの遊歩道が整備されていて、気軽にハイキングを楽しむことができます。今回はお散歩というにはちょっとハードな遊歩道になるので、しっかり腹ごしらえをしてから挑みたいと思います。では熊と楽しいお散歩に行きましょう。どうやって食べよう。ゆるキャンコーナー。ふりかけ？このふりかけは初めて見るかも。そこかと思ったらぶどう。ぶどうジュースって書いてた。お酒かと思ってた。ほんといいね。美味しそうね、ワイン。いい子、来た、珍しく。くま、今来たばっかり。今来たばっかり。行くよ、こっち。違う。今来たばっかり。お散歩。行くよ。おいで。凍ってるね、ほんとだ。なんか動物いる。イノシシ、やばい。違う。カモシカ。こっち見てる。雪の上は厳しいね。よかったね、抱っこしてもらえて、ね、文字っていうのかな、これコールだ。
寺？うん、お寺に繋がってるの。こんな山道に、お寺？山道にお寺。山寺。いやいやいや、そういうわけじゃないの。違うの。そうだよね。なんだろう。ウサギ？日当たりのいいところ。もうほら、抱っこしなくていいの？冷たいよ、足。どこか冷たいか、足。でこにまたゴミついてるよ。川が凍ってるよ。水が少し流れてる。氷の下に水流れてるのが見える。見えるかな。帰りたいですか？もうちょっと待ってね。もう少しだよ。3分の 2? それでもまだ3分の1あるの？まだあるの？この矢印って、あそこ。あ、道になってる。疲れた。これ本当に岩割って生えてきたのかな。最後はシャドウをテクテク。ね、グンパ。